イエイ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 、みんなお元気してる？元気してるかな？みんなしてるかな？お元気してるかな？イエイ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 、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、イエイ、ナックファイブ、イエイ、ナックファイブ、ナッティリティオショーザ、ソウル、水曜日、小坂大魔王と、ネオがお送りしています。仲良くお届けしております。仲良くしますね。もう仲良すぎて。はい、もういいよ。はい、行きましょう。今夜のスペシャルゲスト紹介しましょう。ビヨーンズから高瀬くるみさんです。皆さんこんばんは。ビヨーンズの高瀬くるみです。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしく。というわけで、今日はねこの電話で残念ながら、はい、テレワークというわけで、あと私も、はい、リモートなので、すごい遠いところにいるかもしれませんけど。はい。で、高瀬さん、はじめまして、よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。はい。さあ、ツイッターやってるリスナーさんは、ハッシュタグ、ソウル795。どんどんツイートしてください。うん、さあ、ビヨンズって、ザ・ソウル、初めてなんですね。はい。初登場、はじめましてです。よろしくお願いします。結構ね、ハロプロの人が入れると来てくれて、ね、ビヨンズ、はい、なかったんですね。なんか、はい、嬉しいもんでございます。呼んでいただき、ね、本当はスタジオで会ってね、なんかいろいろお話したかったんですけどもね、はい、まあもう少しですね。さあ、なので簡単にですね、ネオちゃんがプロフィールを紹介しようというコンタでございます。コンタネオちゃん、はい、はい、よろしくお願いします。やらせていただきます。はい、ビヨンズはハロープロジェクトからデビューしたアイドルグループです。うん、2018年にハロプロ研究生から選ばれたメンバーで活動していた地下鉄、アメノモリカワウミ、そしてシーズニングスのメンバー12名によって結成されました。うん、2019年8月にトリプル A 面シングルメガネの男の子日本の DNA、うん、ゴーウエストでデビュー、はい、オリコンチャートで見事1位を獲得し、この年の日本レコード大賞では最優秀新人賞を受賞しました。ひどいね。ありがとうございます、歌とダンス、うん、そして寸劇を取り入れた独自のパフォーマンスでファンを魅了している、ね、うん、ハロプロの末っ子グループです。はい、今日ご出演の高瀬くるみさんは栃木県出身の21歳。うん、ビヨンズではアメノモリカワウミのリーダーも担当しています。はい、ごめんね高瀬さん、ハロプロの子はみんな MC ちゃんとしてるけど、ネオちゃんはこういう感じだからよろしくね。よろしくお願いします。すごいんだよね。だってハロプロやっぱ相変わらずライブの時に途中の MC はほぼやらないっていう感じがまだやっぱ継続してんの。はい、すごいよね、あれ伝統だよね。そうですね。でもね、ビヨンズはその MC をやらない代わりに寸劇をライブでやっております。なるほど。はい、あそこがだから独特でっていうことなんですよね。はい、そうです。まあミュージックビデオもそうですし、音源も後ほど言いますけど、いろいろちょうど今関ジャムで J-POP 最強とかいろいろやってましたけど、うん、なんかこの、はい、結構ね J-POP 界隈、特にハロプロもちゃんとこう好きな、はい、界隈ではビヨンズは来た来た来たっていうね、ツイッターでもタイムラインでもすげえありましてですね、うん、音楽性が高いチームでございますビヨンズ。はい、ね、ありがとうございます。さ、その中でザ・ソウル、ゲストからのクイズ、ゲスト玉球ですね、高瀬くるみさんからの問題お願いします。私高瀬くるみが本日リリースのセカンドシングルに収録されているナウナウ人間という曲のミュージックビデオ撮影の時に、うん、とっても癒された出来事がありました。それは一体どんなことでしょう。癒された。はい、このナウナウ人間の MV 撮影、これもまた変わって、はい、僕はね正直言うとね、ナウナウ人間の方が好きなんですよ。個人的には大久保かおるさんがアレンジしてるからね、はい、もう一個の方、激辛ライブの方も、はい、もう全然いいんですけど、いやこのナウナウ人間はねすごいこう今っぽくて変な話、はい、覚えづらい曲でいいですよね。ちょっとこう、リズムとか音に工夫がされている曲みたいですね。その撮影、このね PV も面白いんですよね、ミュージックビデオも。この時に癒された出来事、はい、なんとなく、はい、その瞬間擬音で表すならばどんな感じですか。擬音、ポワワン。ああって感じ。ワワワワワワンって感じか。はいはい。そう。
時間的にはどれぐらい、何分何時間何秒。あー、でもこう10分ぐらいの、10分20分の間で、はい、うん、あー10分20分、面白いね。なるほど、はい、それぐらいの時間でとても癒されました。さてそれは何でしょうか、はい、ボケでも普通でもどっちでも OK、 メールは NAC5 モバイルサイトおよびホームページ Now on Air ゲスト玉家のメッセージフォームから送ってくださいというわけでございまして、はい、さあビヨンズで何ですか、コンサートの合間にメンバーと舞台をよく見ている。はい、どういうことですか、舞台をよく見るっていうのは。はい、あの映像作品になっている舞台を。あ、なるほど、うん、はい、もともと私自身が舞台を見るのがすごく好きなんですけど、こうあの、ま、劇場に観劇に行くっていうのも今ご時世的に厳しいっていうのもそうですし、うん、あのま、こう画面でメンバーと一緒に見ていると、うん、お話ししながらとか、まあね、確かにね、はい、面白いねっていうのを共有しながら見ることができるので、うんうん、すごく楽しいなと思っています。特にまた自分たちもね芝居とかやってるしっていうのでこういろいろ参考になるしと、はい、そうですね。まあほんとなんでこんなハリプハロプロの子たちってこうちっちゃい時からこうやってきたのか分かんないけど、みんな勉強熱心だったりとかすごいよね。何なんだろうね、独特、なんか宝塚みたいな感じになってるよね、なんか今は。本当にやっぱりすごいでしょ、ストイックだしょ、みんなやっぱハロプロって。そうですね、先輩方もかなり、これやっぱ先輩からのこうつながりなのかね。そうですね、先輩方を見て私たち後輩はいろいろ学んでっていう感じなので、大体ねライブとかでもね、オープニングの前ぐらいでね、そのハロプロの研究生の人たちがブワーッと客席の周りバーッとこうなるね、もうお客さんの顔見せ公演といいますか、はい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 、みんな同じ衣装で同じ服で、あの同じ靴でこうバーッと並ぶんですよね、はい、だからもう本当に先輩の背中どころか、もう先輩を真正面から見てきたからとかいうのもあるんですかね。そうですね、いや僕はねすごくね最近あまりなくなってきた文化な感じがして、僕はハロプロはねずっと好きで、だからやっぱり芸能界なんで芸がなかったらなんでいるんだろうと思ってるんですよ僕。だからそういう意味ではハロプロはちゃんと歌もうまいし、ちゃんと踊って、 いつも言ってるんですけど全然口パクやんないですから、だからそこら辺が僕は本当素晴らしいなと思ってるんですが、そのビヨーンズ、はい、今日3月3日ひな祭りセカンドシングル激辛ラブナウナウ人間こんなはずじゃなかったをリリースしました。ありがとうございます。こちらナウナウ人間の方でしたっけ、あ、じゃあナックファイブ、あ、激辛ラブの方が、はい、ナックファイブ3月前期パワープレイになっております。はい、ね、はい、ありがとうございます。激辛ラブの方だよね、確かあのオープニングトークボックス使ってるの。あ、そうですね、え、あのトークボックスっていうね、はい、ものすごい古い楽器なんだけど超最先端の楽器があります、はい、あの口にチューブを加えてこうやってピアノ弾くとワン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 、あれなんですよ、はい、だからなんとなく 今だったらボコーダーってやつを使えばあれ作れるんですよ、はい、あの独特のね人間の声と被る感じはなかなかできない、だから、はい、あれを使っててね、ツイッターで見れば大久保薫さんが自分でやってましたけどね、あの、はい、トークボックス使って、はい、あれをなんかあれは別にあの高瀬さんはやってないんですけど、あれ見てどう思いました、はい、最初。そうですね、私はあの全くあんまりその何ですかトークボックスというものを知らなかったんですけれども、知らないと思う年代的には、うん、はい、メンバーの清野桃姫ちゃんが趣味でトークボックスを始めて、はい、あ、そうだったんだ。はい、でそれをあの、まあ、お客様に披露するタイミングがあって、それを見たこうスタッフさんたちが面白いねって言ってこの曲に反映してくださったんですよ。そういう流れだったんだ。はい、曲でやるからってわけじゃないんだね。はい、もう私たちの趣味とか特技がこうビヨンズの楽曲ってよく反映されることが多いので、じゃあもう本当にわかんないけど、みんながその趣味と特技も頑張ろうっていうふうに思うね。それがあったらね、使われるかもしれないっていうね。はい、ストイックだよ、なんかもう大変だよみんな若いのに、すごいですよね。もうねこの曲も本当に僕でもやっぱビデオを見てほしいんだけど、うん、あの、はい、音を聞いてからビデオを見るっていうの最近すごい楽しくて、大体いつも僕は CD をもらって音を聞いてからミュージックビデオを見るんですね、はい、そうするとあ、この声がこの人か、あ、
こんな振り付けだったんだっていう風に思えるんで、うん、特に僕はこの激辛の方の振り付けは本当素晴らしいなと思って。おー、ありがとうございます。あのビリビリビリってなんかね、辛いっていうのをね表してるんですけど、はいはいはい、よく言ったら振り付けってああいうことですよね。おー、かっこいいダンスを踊るだけが振り付けじゃないですよね。やっぱり歌詞を伝えるのは振り付けなんですよね。はい、うん、とてもねこれはね可愛いし面白いしっていうビデオになってますので、うん、ぜひとも見てください、はい、じゃあ曲聴いてもらいましょう。じゃあ曲紹介の方お願いします。はい、本日発売のセカンドシングルの中からホットな一曲をお聴きください。ビヨンズで激辛ラブ。お送りしたのは今日のゲストビヨンズで激辛ラブでした。はい、というわけで、ゲストでございます高瀬くるみさん。はい、さあ、この曲、まあ、トリプルシングルといいますか、こんな昔でいうふうに言うとね3曲なってますけども、はい、この中の1曲こんなはずじゃなかった、はい、この曲が振り付けが何、芸人の芋洗坂係長。はい、そうなんです。まあ僕らの先輩ですよ、大先輩ですけどね。はい、もともとホリプロでテンションという芸人だったんですけどね、はい、ね、田口博正さんの相方だったんですけどね。どうでした、芋洗坂さんが振り付けをして。そうですね、ビヨンズ今までこう数々のコミカルな振り付けを踊ってきたんですけれども、うん、もう過去一面白いというか、今まではコミカルな振り付けっていう印象だったんですけれども、今回のこのこんなはずじゃなかったに関してはこう、うん、若干私たちネタをやってるのかなって思う感覚があるぐらい、ね、こう面白い振り付け動きをつけていただいて、うん、あ、そういうことなのかもしれないね、はい、でもきっと逆あのダンス的にはきっとシンプルでしょ。そうですね、結構、うん、いや、はい、だからそこがねやっぱりあの お笑いとダンスの違いだと思うんだよね、うん、そこは私詳しいですよ、そこら辺は。あのやっぱりね、笑ってもらおうとするとすごいと思われたらダメなんですよ。お、難しくてですね、だからきっとハロプロの皆さんからすると簡単だと思うんだけど、逆に表現方法は難しかったでしょ、きっと。そうですね、なんかこう振り付けの指導とかよりもこう細かいニュアンスとか、うん、ああなるほどね、こういう雰囲気にしたいからっていう指導が結構多かった気はします。でもそれはすごくいいね、勉強になりましたね、なんか。はい、ねえ、さあじゃあ今後予定ちょっとビヨンズ行きたいと思います。さあビヨンズ今後の予定、はい、この3月今日ですね、セカンドシングル激辛ライブ、なうなう人間こんなはずじゃなかったをリリース、うん、でハロープロジェクト2021春花鳥風月3月13スタート、春コンですね。はい、はい、そしてビヨンズ主演舞台演劇女子部眠れる森のピオ、はい、ビオか、眠れる森のピオだ、はい、4月16日からスタート。でさらにこれがすごい、高橋さん個人で、はい、何3月16日ファースト写真集、はい、くるみ色発売、すごい、はい、ありがとうございます。結構でも僕もあのモーブスの方とかも写真集もらいましたけど、ハロプロ写真集、はい、個人で出しますよね。うーん、そうですね、はい、ねえ、でもビヨンズでは初めてですか。いや、ビヨンズも何人か出していまして、どうですか、はい、写真集自分で出来上がったの見てみて。そうですね、まだ完成品はちょっと見ることができてないんですけれども。あ、なるほど、はい、3月16日が個人的に私の22歳の誕生日でして、まあ個人的ですよね、はい、まあ、誕生日は全員個人的ですよ、はい、誕生日は全て全員個人的な話ですけども、はい、うん、はい、そんなこうお誕生日っていう特別な日に、うん、初めての写真集をこう発売できるっていうのはすごく嬉しいなと思いますし、うん、撮影自体もとっても楽しくて、いろんな表情の自分を撮っていただけたかなと思うので、自分でも完成を見るのが楽しみですし、うん、皆さんからの反応とかも楽しみだなと思っております。うーん、ねえ、もう完璧な受け答えをして、はい、本当にね、いやいろんな苦労があったんでしょうね、なんか、うん、おじさんはね、こういう若い子がテキパキとはっきりと要点を伝えるのを聞くとね、頑張ってきたんだなって思うんです、つくづく。私はネオちゃんはぐったぐったボロボロコロン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 してますからまあそれがいいところでもありますけど、はい、ね、こちら写真集、まあ、詳しくはビヨーンズの公式ホームページをチェックしてくださいと、はい、これメール来てますか、さっきの答え合わせ。来てますよ、ゲスト玉木の答え、はい、たくさん、はい、さっきの問題は、
ナウナウ人間の MV 撮影の時に癒された出来事とは。はい、はい、では読ませていただきますね。はい、ラジオネーム埼玉のカツ丼さん、ありがとうございます。ありがとうございます。雨上がりに虹が出た。おお、確かに10分から20分、いいね、確かに、うん、はい。続いて幸運の赤い電車さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、アロマの香りが漂った。おお、なんででしょうね。なんででしょうね。でしょう。はい、続いて狐のリュウシャスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。マッサージチェアが置いてあった。あ、癒されると。確かに、だいたい 10分ぐらいですかね、だいたい1回ね。そうですね、うん。はい、続いてラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。子犬がたくさん登場した。お、登場こう来たんでしょうね。意外 とたくさん来ると癒されませんよね。意外と子犬の群れってなかなかですよね。大変ですね。うん、たくさんは結構ね。じゃあ最後、ラジオネームヨッシークローバーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。足湯に入った。おお、です。どうですか、はい、正解ありましたか、くるみさん。ありましたか。正解はなかったです。あ、なかったか。なかったなかったか。はい、じゃあ正解教えてくださいよ。はい、正解はお弁当の時間に人慣れしているスズメが近くに寄ってきたことでした。かわいい、かわいい。なるほどね。やっぱスズメってね、人慣れしてないとなかなか近づいてこないもんね。そうなんですよ。うんうんうん、自分から寄ってくることなんてなかなかないので。ねえ、すごく可愛くて、メンバーと一緒に可愛いねって言いながら写真撮ってました。でも撮ってる曲がナウナウ人間っていうね、やっぱ鳥じゃねえなって話だからね。はい、ね。貴様は鳥、わしゃ人間っていうね、優位性を持ったままやってましたけどもね。はい、正解はスズメが近くに寄ってきたでした。はい、かわいい。まあ、エンディングで3名様、正解者いたらね、抽選で発表しますというわけでさ、はい、あっという間時間でございまして、最後にリスナーにメッセージの方お願いします。はい、まずはですね、本日リリースのセカンドシングル、たくさんの方に聴、いていただいて元気になっていただけたら嬉しいなと思います。そして2021年、はい、ビヨンズは今のこのニューノーマルな時代に合ったやり方でビヨンと活動していきますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、じゃあラスト曲紹介お願いします。お願いします。はい、この時代を一緒に乗り越えていこうというビヨーンズからの応援メッセージソングです。ビヨーンズでナウナウ人間。いろんなことがあったんだね、高須さん、ね、本当にちゃんとした受け答えでありがとう。あ、というわけで今夜のゲストはビヨーンズから高瀬くるみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。